キチャンネル、ジョン。こんにちは。さあ今日はですね、はい、もう僕たちにとったらもう一大事の事件、僕たち、はい、解説者、解説者、評論家にとったら1年を左右される本当に重要な問題っていうのをね、今日語っていきたいと思います。はい、野球だけじゃなくサッカーもそうですけど、解説者、評論家、まあ、全国にいっぱいいるわけですから、はい、ってなった時にそのチームに偏った解説者、評論家はチームの成績次第で1ヶ月仕事がなくなります。ああ、そうですね。あ、っていうのはクライマックスに出なかったチームに偏ってた解説者は、だから要はまあ東京は関係ないんですよ、ローカルの。ローカルでってことか。はあ、だから札幌、はい、仙台、中日、はい、大阪、広島、福岡、うん、人たちは、はい、クライマックスシリーズに出れるかどうか、うん、日本シリーズに出れるかどうかで多分収入が下手したら数百万単位で減ります。あー、そっか、解説があるかないかってことで、そうそう、でしかも、はい、やっぱりその期間、うん、入るかも分かんないから開けとかなきゃいけないんですよ。そうです、今年だったら11月1ヶ月、うん、開けとかなきゃいけないんですよ。そうですね、しかもクライマックスシリーズ争いとかしてたら、はい、開けとかなきゃいけなくて、そのこの前会った某解説者の人は、はい、いやクライマックスに入ったら3位でも、うん、はい、その相手のところに行くから開けといてくださいっていう、はい、2位じゃなくても1位じゃなくても開けといてくださいって言われてるん で開けとかなきゃいけないし、3位に入ったら日本シリーズもあるかも分かんないから、はい、そこも開けとかなきゃいけないんですよ。あ、そっか。だから1ヶ月全部開けとかなきゃいけないのに、うん、はい、入れなかったらそっから新しい仕事を取ってくると難しいよ、はい、そうでしょうね、はい、でしかも、うん、でもキャンプとか体制とか変わったりしたら行かないんですかって言ったら、コロナで人数制限っていう。なるほど、はい、だからそこもなかなか、うん、その全員が全員行けるわけじゃないから、うん、だから本当チームに偏ったら、はい、もうチームの成績次第で、うん、数百万単位で11月なくなっちゃうんですよ、うん、下手したら、下手したらね。でもやっぱどの選手もやっぱどかのチームの OB じゃないですか、うん、だからやっぱり偏ってしまうのは分からなくはないですよね。そう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 、うん、だからそれは悪いことじゃないんだよ、はい、でもチームの成績で収入が変わるのもきついやろまあそうね、でもしょうがないんじゃないですかそれって。だってまあ東京だとさ、うん、エブリーとか、うん、イットーとかエブスターとか、はい、やってる時間に、はい、あのローカルだと4時とか5時に、うん、福岡だと、うん、今日のホークスはとか、はい、今日のタイガースはとか、はい、今日のドラゴンズはっていうご当地球団のローカル情報スポーツワークあるじゃないですか。あります、ね、朝とかもあるじゃないですか、はい、それが球場からクライマックスシリーズを控えた選手たちの練習模様ですとかあるじゃないですか、うんうん、それが全部なくなっちゃう。そうですね、きついっすよ。いや、ローカルは、まあ、そんな毎日はないですけど、うん、今シーズンのじゃあイーグルスとか、うん、特番とかありますか。でも特番も優勝したら、はい、優勝特番7時から9時までぶっ届きとか、日本シリーズ前夜祭とかっていう特番が生まれるけども、はい、負けちゃうとそこまで大々的にないじゃん、うん、ないですね、うん、さらっとした、うん、だからその呼ばれる回数も減るらしくて、あ、それは減りますよね、うん、でも CS に行かないことを想定してそこまでで1年分稼がないとダメですね。でもそこも書き入れ時で行ったら、だってそこが一番お金になるからね。書き入れ時ですもんね、うん、だからそれが他はそんなにそこのボリュームがでかいから稼げない、はい、そうですかでも東京だと逆に言うと、どっかに特化してても何も恩恵がないのよ。特にロッテとか西武とかだと優勝特番とかないじゃん。ないですね。ロッテが優勝したからって優勝特番もないし、そのエブリとか N スタとかイットの時に今日のマリーンズ情報ですみたいなやってくれないじゃん、全国版だから。だから俺もよく言われたの、佐藤ロッテが優勝したら仕事増えんじゃないのって言われたけど、いや増えもしないし減りもしない、なぜならそういう特番がないからって言って。だって俺広島の特番とか出に行ってたからね。へー、前夜祭とか、はい、日本シリーズ前夜祭とか、それすごいじゃないですか、優勝特番とか、うん、でオリックスも今回呼ばれたのね、うん、声かけてもらったんだけどスケジュール合わなくていけなかったんだけど、はい、その優勝特番、はい、だからそういうのはやっぱローカルはあるじゃんね、うん、あります、枠が、はい、ないのよ東京は。でどっちがいいかってあれですね、佐藤さんなんかはどちらかといったら12球団対応してますっていう方じゃないですか、うんうんうん、だから東京にいたら各地どこでも行けます、うん、だからその、はい、俺とかの場合はロッテが調子よかろうが悪かろうが安定なのよ、はい、関係ないですよね、うん、だから要は特化してるとチーム次第なんだよ、はい、はい、そうですね。だからどっちがいいか悪いか分かんないけど難しいとこですね、うん、そのチームによってそうなるから、はい、いや厳しいんだよっていうのを伝えたい、ね、ああ、解説者って難しい、そう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 ですね、うん、でもやっぱ
ぱ地元に住んで地元にいたら仕事はある程度というかあるじゃないですか。でもあの各社一人とかしかいないからね。まあでもローカルの方がテレビラジオ新聞に、はい、あの1チーム独占でいけるから、うん、それ楽なんだよ。そうですよね、枠が多いからね、はい、うん、でなくなる可能性も早くになくなる可能性もある。そう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 、だからチームだからめっちゃ応援してるよ。だって自分に返ってくるから、うん、はい、でもう一つ今最大の問題が、はい、サッカーの解説者やと思う。いやワールドカップ今出れるかどうかの瀬戸際に行ってるじゃん、はい、この前のベトナムに1対0で勝ったけど、うん、まだあの3位、はい、だからプレーオフ圏内じゃんね、うん、で今度あのオマーンとアウェイで戦うんだよね、うん、だからそこがまだ結果いかんで変わってくるから、はい、ワールドカップ出れなかったら、うん、多分もう帯単位どころじゃないぐらいの収入、はい、サッカーの解説者の人変わると思うよ。サッカーの解説者ってその、まあ、球団時代多いじゃないですか、うん、だからその球団の解説ってこうたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、ワールドカップの解説とかってもう限られた方じゃないですか。解説はね、でもそれに紐づいていろいろあるじゃん。あ、別にテレビの解説だけじゃなくて、はい、そのワールドカップの取材とか、とかじゃあ今だとウェブとか、うん、そういう YouTube もあるだろうし、はい、テレビだけじゃなくても、うん、他にいっぱいあるわけで。あ、そっか、こう枝分かれしていろんなメディアに、そうで、しかも各局 の、うん、そのニュース、はい、ゲットスポーツなんかもあるかもわかんないし、うん、全員が全員出ないから、うん、でそこのこう末端まで幅広くいけるじゃん、はい、それ、うん、全部なくなる。もうそうですね、サッカーのニュースがなくなっちゃうんで、まだ海外サッカーのニュースばっかりになって、はい、結構いろんな方に影響があるんですか。いや、かなりサッカーワールドカップ出れるかどうかは、はい、解説者評論家の収入源としたらかなりでかいと思う。へえ、だってまた出なくなったら、うん、じゃあ組み合わせも、はい、多分日本でほぼ報道しないでしょ。そうです、さらっと、はい、こういう感じになりましたみたいな。で試合とかも、うん、下手したら予選から地上波とかもう放映権高くなってね、はい、今ですら予選、うん、アウェイはダゾーン以外放送しないわけじゃん、はい、地上波なくて、うん、だから本戦も地上波で放送しないかもわかんないよね。うん、そうですね。で、サムライブルー日本代表の今練習風景ですとかないわけでしょ。うん、やばいと思うよ。そうですね。かなり力入れて応援してると思う。うん、言ってたもん、この前会ったサッカーの解説者の人が、はい、出なかったらやばいよって言って。だいぶちょっと日程空いちゃうよっていう。うん、だって1年単位で空くからね。あ、そうですね、うん。うん。だって来年の多分カタール中東になるから10月とか。はい、なるんだよね、ちょっと遅くなるんだよね、うん、サッカーって結構期間空きますからね。うそうそうそう、うん、それ全部楽なんだよ、はい、やばいよ。そうですね、うん、だから何気に解説者って、うん、そのチーム の、うん、その強い弱いでめっちゃ影響されるからね、はい、でも佐藤さんはあれですね、東京はいいのよ、うん、いいですね、うん、で別に俺ロッテに特化してもロッテの仕事がないから、はい、やっぱ12球団でやらなきゃいけないからもうそっちにシフトだよ、ね、だからもうあの大門未知子だよ、フリーランス。逆にそのポジション気づくのもやっぱ努力と大変さはありますよね。そうだからもうその辛口で攻めなきゃいけない、ね、あとあの総チェックで全試合見てるから、はい、どこ行ってもそこそこ喋れる。そうですね、うん、そう思うとロッテとか西武の OB の方って本当にこう現役時代結果とか残さないと、うんうん、なかなかポジションその後のポジション気づくのって難しいですね。いやだってパリーグって本当きついよ、うん、プロ野球ニュース、ね、まあ、今年で言うと22人解説者ね、はい、プロ野球ニュースいるんだけど、うん、パリーグしか経験したことない人、はい、俺と岩本さんだけだからね。そうなんですか。あと全員パリーグもあるけど、うん、セリーグもあるっていう、はい、だからパリーグしか経験してないの俺と岩本さんだけよ。結構大変ですね。いやパリーグだけはきついよ。うん、そう思うと本当にあれですね、解説の方大変ですし、うん、勉強しないといけないですね。そうそう、勉強しないと、うん、でまだねどんどん入ってくるからね、はい、辞めた人たちは。うん、でもまだプロ野球ニュース22名の中で、うん、これ7年経つけど、うん、まだ一番年下だからで。でも結構今年入れ替わるんじゃないですか、解説の方も。でも立浪さんと片岡さんが抜けるだけだから、はい、あ、そのままか、うん、2人か、うん、はい、あ、そんなもんですか。そうそうそう、結構いなくなるかなと思ったんですよね。2人だけでもローカルの解説者と東京の解説者とどっちがいいかっていうのも難しいところですね。うん、そうだね、うん、まあ、あのでも東京の方がきついと思う。全国の解説者が東京出てくるから、だから競争率が高い。ローカルの方は1球団だから、はい、競争率が低い。でもその偏っちゃうとチームの、そうそうそう、チームの状況によって変わっていくよっていう、はい、うん、だってみんな攻めてくるから。そうですね、名古屋でやりながら山本桝さんとか川上健司さんとかも東京来るしね、はい、前田智則さんとかも広島でやりながら東京来るから、はい、それはもう競争率だから俺はもう逆の戦法で東京から地方攻めていこうって、うん、はい、いい
じゃないですか。だから今年とかね、はい、あの名古屋のね、うん、CBC さん出させてもらったり、はい、ほとんど行ったんじゃないですか。広島はね、ホームテレビ出させてもらったり、はい、仙台もね、はい、あの仙台放送とか、はい、東北放送もね、はい、出させてもらったりね、うん、じゃあ俺あと行ったことないの、北海道、北海道だけだ。おー、俺北海道テレビない。そのあるよ、テレ朝で行ったとこあるよ、はい、でも北海道のテレビ局で行ったことないから、うん、あと俺、北海道だけだ。じゃあビッグボス取材ですね。あれなんで今ビッグボス取材言いにくいですね、ビッグボス取材、うん、ビッグボス取材ですあと北海道行ったら12球団全制覇だね。まあ関東は関東だからね、はい、あれだけど北海道の皆さん、ぜひ佐々木依頼お待ちしてます。あのまあ、日本ハムをちょっと一予想するのはなかなか難しいですけど若干だって今回変わるかもしれないですよ。そうだね、はい、うん、まあでもね、うん、今日はねこの解説者って大変だよっていう話です、うん、はい、はい、分かりました、よく